東京代々木第二体育館です。ジャパンカップ2001チアリーディング日本選手権決勝戦が間もなく始まります。会場はすでに熱気にあふれています。この大会の予選は6月から全国6カ所で行われました。参加チームは113チーム、そこから勝ち残った27チームが今日各部門の頂点を目指します。この優勝カップを手にするのはどのチームになるのでしょうか。今日の解説は中村哲夫大会組織委員長にお願いします。実況は次江で生放送でお送りします。中村さん、お願いします。よろしくお願いいたします。年々参加チームが増えるこのジャパンカップですが、はい、今大会の見どころといいますと どこでしょうか。はい、今年ですね、初めてチアリーディングの世界選手権が開催されます。はい、そのナショナルチーム入りを目指した選手が力をつけてこの大会に参加をしております。その結果チームのレベルがたくさんこう上がりましてね、難易度も上がった、はい、がゆえに、その失敗するか完成するかというところは紙一重ということで、自分たちの、まあ、実力を出し切ったチームが優勝できるんじゃないか、そういうところが今年のポイントだと思います。はい、高いレベルの戦いになりそうですね。そうですね、はい、いよいよ高等学校部門決勝が始まります。